優しく右へサビラ。昨日来て3日も、ね、あれグラスのほどこいた目の前にあるじゃん、うん、三宅のせいだからよ俺のせいですかこれ三宅のせいだからよごめんなさい。宮崎くん、胸入れの写真を撮るぞ。すいません、すいません、もうちょっとやるぞ。はい、チーズ。あざっす、あざっす、あざまーす。今日も変なテンションでお送りしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいボイス対決、いいボイス対決、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いあんま低い声出せないんだ。はい、あんま低い声出せないんだ。毎週火曜日夜11時からお送りしておりますカマルの放送実行委員会、自己紹介しましょう。上地でも下地でもない中地と、顔が濃いすぎてよくネパール人に間違えられる三宅でカマルです。お願いします。はい、ということで、1週間あっという間ですね。早っ。いろんなことありましたけども。いろんなことあったんですか。あったよ。ちょっとあの沖縄版芸能ニュースをいくつか紹介したいのがありまして。お、すごい聞きたい。まずホットの話題、はい、僕らの先輩であります、はい、具志堅さん、はい、具志堅ストアの具志堅店長としても皆さんご存知かと思いますが、うん、そうですよね。今日の具志堅ストアでの生放送で、はい、まさかの、 あの彼女がいたという報告と、うん、同棲をしていたという報告とともに、はい、つい先日破局をしたらしいね。破局をしたということで、ね、ちょっとその界隈ではねだいぶざわついてまして、うん、そうね。でそのお相手という方が、うん、まあ、あの同じ業種というか、そう、今辞められちゃったんですけども、うん、RBC での、AD とか、うん、ディレクター業務とかそういう業務をしていた方で、ね、うん、ちょくちょくラジオにも出てるという方で、僕も何回かお会いしたことがある方なんですけど、うん、っていうことも踏まえてだいぶざわざわしてましたね。そうですね。あ、びっくりしたわあれ。ひふみさんが何のための報告だったんだよって本当にね確かにね、本当にね。じゃあもう墓まで隠せよってね、そうなりますけど、まあだからやっぱその辺はだから店長さんの、うん、具志堅さんのその気まじめさが垣間見えたところでもありま す、まあね、ますけどね。やっぱ気持ち悪かったんでしょうね、うん、そのいろいろそのラジオやっていく上で、うん、そのいいもう俺モテないわとか、はいはい、うん、やっぱ言いづらいじゃないですか、一応同じ業種の人っていうことで。まあ確かにね、言ってなかったから、うん、いやいや彼女欲しいわとか、うん、いやもうミスズ付き合ってよとか、はいはいはい、リーホー俺のこと好きなんだろうみたいな、うん、キャラクターとしてやってましたけど、それが多分しんどかったっていうか、ちょっとね、まあそうだね、変な嘘をついてたっていうこと で、うん、で別れた後も、まあ、ちゃんと言ったっていうことでね、うん、あいや、びっくりしましたね。黒島ゆりえさん、はい、めちゃくちゃいい人で、うん、何回かあのお会いしたこともありますけども、はい、俺が、人生で初めて、そのいわゆるそのなんか先輩に、うん、居酒屋をおごってもらうみたいな、二十歳になって、はい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 、居酒屋をおごってもらうってなったのが、記憶が正しければなんですけど、うん、ご育英ショーのディレクターの宮国さん、はい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 、と
一緒に、うん、まあ、あの五重クエーションアワーメンバーとか、うん、まあ、その時田久保さんとかも言いましたけど、はいはい、まあ、RBC のメンバーと一緒に、そのスナックに連れてってもらいました。おいいじゃん。それがだから人生初の、まあ、いわゆるそのこの世界に入ってからの先輩の、奢ってもらったお酒なんですけど、うん、そのスナックのママさんが、何を隠そう、黒島ゆりえさんのお母さんなんですね。へー、そうなんだ、うん、結構有名なお店で、はいはいはい、で実はそのだから五重クアワーのディレクターと、ゆりえさんはもう同じ局内でずっと仲いいからっていうのもつながりもありつつ、だから人生初の先輩をおごってもらった酒はゆりえさんのお母さんのお家、はいはいはい、でもちろんゆりえさんもいて、一緒にカラオケとかもね歌っていただいたりとかして、そうなんだ、結構だからね、みんなと同じようにというよりかは、まあ、別れたっていうのは僕もみんなさんと同じリアタイで、うん、知ったんですけども、実名も出してね、実名も出して本人もツイッターで ね、 でしたね、ちょっと絡んでましたけども、だいぶなんか心がざわつきましたね。沖縄の芸能情報の一つなんですけども、はい、まだんで、まあ、具志堅ストア関連で、お、はいはい、言いますと、うん、まあ、みすずさん、はいはいはい、前代みすずさん、カラーズの前代みすずさん、うん、まあ、結構 FEC ともね、そうだね、いろいろお仕事をさせてもらってるあのみすずさんですけども、いろいろ、うん、僕も年も近いんで、はいはいはい、結構普通にあの仲良くさせてもらってるんですけども、うん、カラーズを卒業されたというらしいね。そうなんですよ、そうなんすよ、あ、そんなに、そんなに具志堅さん破局の方が衝撃的じゃないですか。リアクション違いますよ多分。だってミスズ俺のアシスタントしてた時期があるから。そうなんだ。でもこれはこのニュースに関しては、うん、そのネガティブなニュースじゃなくて、そのすごく前向きで、ね、とっても楽しみなあのニュースですよね。ミスズさんやっぱり、マルチですから、すごい幅広いし、フットワークも軽いし、何でもこなせるっていうことで、自分の活動の幅を広げるためにも、まあカラーズを卒業して自分でいろいろプロデュースをしていくんだろうね。その辺とかなんかモチベーション上がりましたね。すごい、みすずさんのね、あのそのカラーズ卒業っていうのは、で、まああのそのもちろんた、まあおそらくですけど円満なその対談の仕方だと思いますし、今後のね活動もなんか楽しみですね。はい、で具志堅ストア関連で言えばあるの、具志堅ストア関連、はい、セブンプス舞子さん、はい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 、まあ普段の放送のあのポンコツさ加減からは、もう全然信じられないようなぐらい詳しくコロナに関する情報をツイッターでつぶやいてます。そうなの？そう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 、あの感じでめっちゃためになる、その、なんかその自分が発熱した場合の動き方、こうした方がいいんじゃない、はいはいはい、って、まあ、一アドバイスとして捉えていただきたいんですけども、みすずさん、舞子さんのツイート遡って見てみてください、うん、やっぱりこのご時世、その自分の身に何が起きるかわからないし、はいはいはい、起きた時にどう動けばいいかってわからないと思うんですけど、ね、うん、まさかの舞子さんのツイートでだいぶあの深いアドバイス見れますよ。自分に熱がある、で PCR も受けてない状態はこうした方がいい、はいはい、この身に何が起こるかわからないから、はい、チンチンの実じゃないから、チンチンの実じゃないんだから、あチンチンの実じゃないですか。ああすごい、なんか勉強になりました。舞子さんのツイート全部見ましたけども、あの一個その知識として、はい、あの蓄えておくのはいいことなのかな。そうだね、いろいろね、あのやっぱ焦りますから、こういう時って、うん、朝起きてね熱出てたらまず何から知ればいいんだろうって。そうだね、えバイト先職場、え PCR センター保健所どうすればいいんだろうとか、うん、パニックならないようになんか知識入れててもいいのかなと思いましたね。あぜひ舞子さんのツイッターチェックしてみてください、皆さん、もう一つ具志堅ストア関連でまだあるばや、まだあるば、芸能ニュースがありまして、自動車税はあの払いましたが、5月31日までがコンビニで払える期限でしたけども、あの僕忘れててですね、すごいすっかり忘れてたんですけども、ある動画が流れてきたんですよ SNS に。それを見るとその自動車の税金は5月31日までに納めてくださいねっていう動画なんですけども、それに出ていたのが何を隠そう具志堅ストアの田原里穂ちゃん、里穂ちゃんが出てて、それで
僕もあそうだったやと思って、うん、多分これが赤の他人が出てたら、はい、あなんだかただの広告かって、まあまあ確かにね、流してただろうけど、うん、まあ沖縄の知ってるね、うん、人ですから、はい、やっぱり目に留まって、うん、そこであ自動車税今日納付しに行こうって言って期限内には間に合いましたけども、うん、ここからはですね、はい、噂なんですけども、噂ね、え何噂、芸能ニュースで芸能ゴシップ、沖縄芸能ゴシップなんですけど、はいはい、その自動車税の納付期限5月31日を過ぎた6月1日今日から、はい、リホはその、まあ、表の仕事とは別で裏稼業として、うん、その自動車税をまだ納めていない人たちの、うん、取り立てがあるためスケジュールが忙しくなるらしい。これはまああくまでも噂ね。まあまあ噂ね、うん、いやーマジか。らしいですよ、これからじゃあちょっと、うん、もしかしたら具志堅ストアで、うん、なんか急遽ちょっと代理が代打が入ったりとかするかもしれないですね。た時はじゃあ自動車税を、うんうん、取り立てで忙しいんだろうなってちょっと頭の片隅で思っていただければ。弱くない棚原理本の取り立てはでこれこそピンチヒッターでゆりえさんとか来たらめっちゃ面白いけどね確かにね、あ面白いですね。あと一個芸能ニュースがありまして、僕らの大先輩、まあ、事務所は違いますけども、うん、初恋クロマニオンのケンゴさんが、はい、ツイッターで、うん、そのバズってもないし炎上する数ほどいいねやリツイートされてないツイートで、うん、炎上してましたその不思議な燃え方をされていて、一つツイートをつぶやきしたことに対して、はい、4、5名ぐらいかな、うん、ちょっとこれはないんじゃないかっていう、はい、反対意見を出されてて、うん、ちょっと、なんていう炎の種類としては何なんだろうな。炎はちっちゃいけど、はい、一個一個が熱いからちっちゃい青い炎になってましたね火力強めの、はいはいはい、ターボめのね、へー、うんうん、ちょっとや外の風では消えないような、うんうん、めっちゃではないよ、うん、でそれを見た上で俺は、はい、ケンゴさん悪くないと思うけどなって思うんですよね。そうなんだ、うん、これも気になる方舞子さんのツイッターと合わせて、はい、見ていただければと思います、どんな気持ちになるんだろうな。以上沖縄芸能ニュースのコーナーでした。すみません、ここで速報が速報が入ってまいりました。はい、何でしょう。ね、こんな時間に今までのこんなニュースとかよりも、はい、全然もうでかい、はい、この沖縄の芸能界を、うん、もう激震させるような激震させるようなマジでニュース、持ってきました。速報です。はい、先日、はい、先日ですね、はい、僕のバイト先、はい、僕のバイト先で、はいはい、面接を受けていた、はい、僕たちの FEC の事務所デコボコドラベリング帰り帰り、はい、帰りが、まあ、バイト先今困ってるらしいですからね。そうそうそう、結構人もいなくてね。で宮健は芸人として雇ってもらってるバイト先、そうそうそう、まあ、結構融通が効くということ で、 そうなんですよ、心の広いバイト先ということ で、 ね、 そうなんですね。帰りの面接も快く受け入れていたというのはね、そう耳に入ってましたけども、そうこの放送でも喋ったと思うんですけど、はい、その帰り君の、はい、合否が出まして、お面接の結果が、はい、はい、落ちました。なんで落ちるわ落ちるってあるわ。落ちました。ほぼ顔パスのようなさ、三宅のパスをさ、僕のバイト先情報によると、うん、はい、友達の紹介で面接を落としたのは初だそうです、うん、衝撃を受けましたね、これは。いやー、まあ、どこまで行っていいのかわからないですけど、まあ、いろいろその三宅からその内部情報というか面接の情報、はい、店長とのやり取りとかそういうのを含めて、うん、なぜ帰りは彼はこんな、はい、まあ、表現悪いですけどガバガバなね、はい、バイトの面接に落ちたのか、うん、理由を、僕聞きましたけども、はい、100ゼロで帰りが悪いですあーもう、あー、まあ、それもしかり、うんうんうん、いやー意外とね、
その人間的にそのいびつな人間性をしているっていうのでダントツ1位僕の中で宮健だったんですけども、はいはいはい、この件を機に、なんと隣に帰りが並びましたね。おー、うん、それぐらい帰りのその奥底に眠るその人間としての醜さというかいびつさがね、はい、あの垣間見えたニュースでありましたね。でもこの、うん、なんだろうな、やっぱり帰りらしいというか、はいはいはい、ちゃんとねこの、うん、あのこの面接の合否のこの落ちましたよっていう連絡をねこの、うん、なんだろう帰り側からこの、はい、この折り返しの電話をしたんだよ ね、うんうん、その時に、はい、この帰りの、うん、この自分の名乗る時の一言目が、はい、うん、もしもし帰りですだったの。帰りって名字付着じゃん。いや普通だったら友達？そうそう普通だったら、先日バイトの面接を受けさせていただいた付着ですけれども、うん、店長さんいらっしゃいますか、とかね、折り返しのあの着信があったので折り返しの電話を差し上げたんですけども、そう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 、という入りを、もしもし帰りですけどももしもし帰りですけどで、うん、ここで、うん、あのちょっと揺らいでたんだって、この店長が、はいはいはい、はい、このまま落としていいのか、まあ、一応言うても三宅の紹介だからなとかね、そういうのもあって、 それ以前にもちょっとまあ変な部分はあったけど、そうどうしようかなと迷っていたと思ったんだけど、うん、電話の、うん、一言目もしもし帰りですで、うん、あ落とそうって、あー素晴らしい選択ではないでしょうか、はい、うん、シュープさんイエーイって言いながら帰ったんやったっていう、まあ、それも多分原因の一つというか、う、ね、まあ、大きい理由の一つとしてカウントされてるんでしょう ね、面接を受けた帰りが、お店から出るときにあのイエーイって言いながら言いながらではないんだよね、そう、そう、これこれですね、これですね、イエーイみたいな感じで帰ってったらしいです。俺があの帰りに面接どうだったって聞いて、はいはい、面接行くこうだったよっつって、うん、あ、じゃあまた合否出るから、まあ、うん、またねバイバイっつったら、あいつは、帰り際にイエーイって言ってピースサインをもうみんながいる中でよ、うん、もうささなんかさ、もう帰り方はさ、うん、先輩芸人のただの秋典さんの登場の仕方に似てたりさ、うん、あの折り返しの電話で、あ、もしもし帰りですけどみたいな、その下りとかなんか、うん、あのおぎやはぎさんの漫才のド頭の飛び出しのなんかセリフに似てたりさ、そりゃ落とされるよね。主婦さんもうまいこと言ってますよ。人間離れしてるから帰りに帰りましょう。うん、そっちのね、うん、剥がれる方のね、帰り。帰り。うん、いや、うん、帰りも。ひふみさん、オチとして正解。かっこ越後正解。ちょっと時期が早いですね。だいぶ時期が早いですね。正月なイメージありますけど。時期の問題もあるけど、うん、越後正解さんは。うんうん、いやでも、以上が今週の沖縄の芸能情報でしたね。はい。うん、いやラントさん結果は名前変えたんですね。本当だ、ラントさん戻ってる。いろいろあって、あの漢字のラントから、はい、先週は 何になってましたっけ、トになってました、ランになってました、うさぎになってましたね、うん、はいはい、ラントのランだけが残って、はい、あ、トか、トだけが残ってたのか。で、俺からも芸能ニュース、わ、ここで、ちょっと気になる、キャンアナウンサーからの、続報があるということで、はい、俺からも芸能ニュース、はいはいはい、実は、はい、実はですよ、はいはい、あの今週のリュードラで、はい、めちゃくちゃすごい動きがありました。おー、何ですか、リュードラさん、まあ、はい、だいぶ今なんかジムを作ったりとか、うん、そうそうそう、このコロナ禍とは思えないぐらい、ね、すごいですよね、エネルギッシュな動きを見せてくれてますけども、チャンピオンが藤田実さんだったんですよ、はい、はい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 、今週、はい、オリベが取りました。うわぁ、竜王、竜王、藤田実さんからオリベ克実が、へぇ、取りました。すげぇ、いろんなところでやっぱ沖縄芸能界目まぐるしくなんか動いてますね。すごいなぁ。そしてあのマッドドッグのキングのディンゴが、はい、ディンゴさん乱入してきて、うわぁ、もうやっぱりね、もう本当にね、あのチームはひどいよ。ディンゴさんだって、うん、このあれですよね、もうほぼ復帰、うん、復帰です、これで復帰ですか。いや、
あのまだちょっと時間かかりそうだったんだけど、うん、だからあのグル君さんと一騎打ちしてすごい熱い試合、うん、いろんなところで、うん、すごいな、熱いですね沖縄芸能界、うん、ガンガンねこの時期だからこそできる範囲でねあの盛り上げていけたらいいんですけど、はい、ラントさんリンゴじゃないです、はい、リンゴです急にねあの果物の話はしないんじゃないですか気になる方は来月の、はいあのー、琉球ドラゴンプロレスの、はい、琉球ドラゴンザワールド、はい、テレビで放送しますんで、うん、おー楽しみですね。 FEC さんとはね、はい、週替わりでね同じ時間帯に番組やってますから、うんはい、週でやってるんですけど、もしよかったらそちらでチェックしていただけたらなと、はいはい、よろしくお願いします、はい、お願いします。これはニュースというよりかは、僕がちょっと聞いた話なんですけども、今週のラジダブを聞いていたところ、今週というのは昨日ですね、はいはいはい、昨日のラジダブを聞いていたところ、はい、パーソナリティの港さん、うん、僕らのもう直属の先輩と後輩の四隅、はいはい、いつも月川を、彩ってくれてるパーソナリティなんですが、うん、ふとした時に僕の話題が出てまして、はい、二人して、僕の文句を言ってました。すごい、うん、いいですね、うん、公共の電波に乗せて、うん、なんか四隅はね、うん、最近なんかもう拍車がかかったように俺のことが嫌いみたいで可愛らしい女の子だったんですけどね高校生の時から、はい、いろいろネタを見たりだとかしてる子なんですけども、うん、だからそのいや中地さんはちょっと苦手なんですよとか言うんだったらまだちょっと可愛らしいなっていうイメージありますけども、その昨日の放送での四隅の、はい、お礼の文句の言い方、いやもう中地はクソってすごいなこんなにそんな嫌い、うん、こんなに切られた感もないぐらいまでバッサリいくんだ、はあ、うん、お前はもう死んでいる状態でしたよ、だからすげえ、うん、だからもう切られてるのがわからないっていう、ね、キルアのお父さんじゃん、すごいよもう、すげえな、びっくりしましたね、まあこんなもんですかね、いろいろね、目まぐるしく動いてる沖縄の芸能ニュース、うん、来週もなんかいろいろゴシップとか、はい、トピックスがあれば、うん、紹介できたらいいですね。そうですね、ここからは私事の1週間いろいろ、いやもうなんか前半濃ゆすぎてもう、中地の1週間聞く気しないんだけど、いやだからアファイよ、いやアファイでしょ、アファイやつよ、アファイだからその口直しとかたくあんみたいな感じ、ああじゃあありがたいねそれはね、先週その久しぶりに友達から電話がかかってきて、あらマジで高校卒業してから会ってないから5年弱ぶり、あめっちゃ久しぶりだに連絡が来て、でびっくりして、うん、なんだろうと思って、はい、まあなんか怪しい宗教勧誘かなと思いつつも、うん、電話に取ったら、お久しぶり何してんのみたいな、うん、あ今家でダラダラしてるよとか、はい、そうなんだ、いやなんか久しぶりに中地のこと思い出してさ、ちょっと電話したくてちょっと電話したんだよね、ああそうなんだ、まあまあ、うん、今こんな世の中だけど、うん、落ち着いたらまた遊びに行けたらいいけどな、あそうだな、そういえば、まあ、今電話してる理由はもう一つあるんだけど何かわかるって聞かれて、本当に心当たりがなくて、だってこの5年間ずっと会ってないもんな、なかったから、うん、いやごめん申し訳ないけどわからんな、いやなんでわからんば、いやいやあるさ、あるあるある、考え直してみ、いやマジでわからん、あじゃあ分かったよ、もうヒントあげるヒント、おえヒント何、日付、え日付、え今日は5月の何日だけど、うん、えなんかあったかな、えいやなんでわからん、え何俺の誕生日ってはと思ったやばっ、あ誕生日だっけ、あそうか、あでもなんか高校の時なんかいろいろなんかお祝いしてたよなみたいな、そうさ、いやだからなんか久しぶりに中地にちょっと誕生日祝ってほしいなみたいな感じで電話したんだけど、あお祝いするみたいな、は
誰こいつと思って、やばいな、キモと思って、おうおうおう、まあ、あっち酔っ払ってたからいいんだけど、あ、はいはいはい、酔っ払ってたとはいえ、こいつキショと思って、キモくない、そのたまにいるじゃないですか、この友達は、うん、きしょい例ですけど、うん、少なからずいろんな人、はい、これに準ずることやってるんですよ。は？いや、これに準ずること、準ずること、うん、それの開口感したバージョンも皆さん、まあ、やられてない方もいるかもしれないんですけども、うんうんうん、いるんじゃないかなと思って。どういうこと？いや、だからその誕生日ね、はい、なった時に、うん、そのインスタとかツイッターで、うん、今日何月何日で、うん、私、僕は、俺は、21歳になりました、うん、これからも頑張っていきますので、うん、皆さんどうかよろしくお願いします。はいはいはい、つぶやくな。こんなの、いいでしょ別に。気持ち悪い。いいだろ。いや、その本当に誠心誠意も本当に頑張るぞという、そのまたリスタートとしてつぶやくんだったらいいけど、そいつらって大体のやつらがそのツイートに関するその思いというのは 90% は皆さんに対して今日は誕生日なんですという告知と、せっかく誕生日なので皆さんお祝いしてくださいという、その醜いものが 90% 占めてるんです。いやいや、おめでたい、まあおめでたいもんだからさ、おめでたいけども、誕生日っていうのは祝わせるものではなく祝ってもらうものなんだからね。やったことあるだろお前。お前やるだろ。いやいや、気色悪い。ねえな、やりますよね、そういうの。うわ、ね、しょうもない。大体あれです、誰からも祝ってもらえられないような人がそういうのをつぶやきます。だから、あ、人間性がなってないから、そういう姑息な手を使ってでもみんなからおめでとうって言われたいっていう醜い心の持ち主はやっぱ日頃からそういうのがにじみ出てますから、誰もお祝いしようという気持ちにはなりませんよね。シュプリームさん、ああ、他人の車の中で放尿するやつぐらいやばいやつ。俺やしや、だから。うん、確かにね。ああ、他人の車で放尿するやつ、ね、理想の形は、ね、まあだからそれをするなとは言ってないんだけども、知っていいでしょ別に。理想の形は、うん、だから誰かが気づいてくれてというか、うん、覚えててくれて、うん、ちゃんと自分からスタート発信で、その誕生日の人をお祝いするというのが、はいはいはい、一番の理想の形、うん、で仮にもしツイートするんだったら、うん、過ぎてからにしませんかというね、もうなんかお祝いしてくださいっていうそのよこしまな考えと、うんうん、僕はこういうふうに SNS を利用して誕生日というものを告知しないと祝ってもらえないような人間なんですって言ってるようで、うん、俺はすごくなんか悲しい気持ちになるんですよ。でも俺の記憶が確かなのか分からんけど、はい、去年か一昨年ぐらい、はい、お前誕生日ツイートしてんかった。はい、そうなんです。まあいろいろ言いましたけども、うん、僕は、このあと、40分後に、6月2日、僕24歳の誕生日を迎えます。そっかそっか。なので皆さん、どうか、お祝いしてください。祝うな、こんなやつ。お願いします。絶対祝うなよ。何かツイートしてください。絶対に祝うなよ。タグ付けしてから、6月2日、おむつの日で覚えていただければ。絶対に祝うな。はい。24歳になります。まあ、なんかこれ、もう、年男ということで、またね、リスタートして、何の話だよこれ、また一歩ずつ頑張っていこうと思ってますので、皆さん、どうか応援のほどよろしくお願いします。祝われようとしてんな。はい。ちょっと早めにはなりましたけども。早すぎるだろ。ああ、やった。ほら。ほら。こういうことだろ、お前が言いたいのは。そうですな。そうですじゃないわよ。そうですそうですじゃないわよ。24歳かも。おい、もう秒読みですからね。もう電波に乗せよう。24歳まで、23歳、今ラストの30分を今過ごしております。うわー、はい、はい、
皆さん本当本当に僕からのお願いです。もう本当に、はい、これ以外はもう僕のお話は無視していいんで、あの、うん、本当に、うん、中地の誕生日は絶対に祝わないでください。もうじゃあ本当にお願い、本当にじゃあ分かった、宮城の車でもう二度と絶対にお前の車でおしっこしない。じゃあいいよ、よっしゃ、うん、おしっこしないでしょ。絶対しない、おしっこしないね。はいはい、尿道が閉まったということで、はい、そう、誕生日、誕生日は、ね、いやもうでももう24なんのか、24か、早いけど、あまあまあ言うてその、特にお祝いとかもないですけど、まあまあ明日もこの年になったらね、明日も朝から夕方までバイトして、はい、その後はわけのわからん髪型した三宅とネタ合わせして帰るだけなんですけどね。うん、別にそれがどうってことはないけど、いやいや、明日はさすがに発泡酒じゃなくて生ビールぐらいは買おうかな。あ、いいじゃない、自分でのご褒美とかね、それぐらいのね、あの節目ということでね、うん、皆さんどうしてます、誕生日。確かに、どう、三宅は俺もだから、まあ、別にも何も本当に何もない。俺去年なんかしたかな、一応だからその自分自身で、うん、そのちょっと贅沢したりとかはするかな。はい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 、うん、このコロナ前とかまでは、うん、このなんかこの元々のバイト先の仲いいメンバーで、はいはい、うん、なんかこうちょっと、まあ、9月生まれの、はい、まあ、僕9月生まれなんですけど、その9月生まれのなんかまとめてこう誕生日祝ってもらったりと か、うん、なんかそういうなんかちょっとしたのはしてもらってたんですけど、はいはいはい、まあこのなって、まあ、本当に飲みに行けないとか、まあ、そういうのなってからはもう、うん、そういう祝われるっていうのも全然ですね、もう全然ないですね。まあね、この、まあ、大体高校生卒業してからはね、うん、もうなかなかないでしょうね。ありますけども、でもだからお祝いするのは結構好きで、あら、誕生日、うん、うん、だから結構あのいろんな人の誕生日はあの忘れないようにカレンダーでリマインド機能を使って、うん、はい、あの登録してますよ。うん、ただ三宅のは登録してる。なんで言うやで全マネージャー陣の誕生日とかも忘れないように登録したりとか、ああ、いろんないろんな友達とか、ああ、まあ、ちょっとした一言でもいいじゃん、その LINE で誕生日らしいのおめでとうと言えるように。ああ、うん、あの三宅は登録してない。でぇ怖っ、怖っ、覚えられ、覚えれよ、いつ0927。なんで4桁で0927です。なんか僕の誕生日、うん、0927、0927で登録しようとしたんだけど、うん、なんか誕生日はパスワードにできませんっていうことで、ダメでしたけど、浅はかだから、浅はかですからね、9月27日誕生日なんで、ぜひ皆さん毎年あれですよね、はい、iPhone が新機種を発表するあの近くですよね、大体10月9月とか、そうだけど、そんな感じよね。そうだけど確かに iPhone の新型は、うん、だから今年買いたいんだよな。ああ、今年は出るの、新出る、毎年出てるんじゃない、毎年出てるか、うん、13になるのか、もしかして12何とかみたいな出るかもしれない。あ、13じゃない、なんか出る、うん、iPhone 13、 13かっこいい、かっこいいね、かっこいい、スナイプ機能とかついてんのかな、スナイプ、ああゴルゴ的な、かっこいい。でゴルゴ13って意外とあれよね、結構冷酷な理由で人殺すよね。うん、本当にだから、なんかじゃあ俺見たことなかったから、うん、ちょっと 1,2 巻だけ見たのよ。はいはいはい、結構あいつ金のためだったら何でもするよ、ね、そうそうそう、第一はやばいじゃん、第一はやばいっすよ ね、 女だからね、俺だから俺正義のヒーローだと思ってたから、ね、ああはいはい、はい、イメージはその、うん、俺の後ろに立つんじゃない、うん、あれもう衝撃的、あれあれ衝撃的マジで、セックス後に女殴る、そう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 、あいつはね、ああゴルゴ13、うん、あ iPhone 13の話ね、さすがにね変えたいのよ、もう1日どころか、うん、マジで午前中でもう切れかける俺、で触ってもないのに、もうそれぐらい結構長らく使ってるからっていうのもあるけど、4年、あー長い、4年、4年はだいぶ頑張ってますよね、うん、で今もう今欲しいんですよね、支障が徐々に出てるので、はいはいはい、でも気をつけて、4年前だったら今あれが違う、
料金のプランのやり方違うから気をつけて。ああ、それもあったりね。端末料金がめっちゃ高い。はい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 、はい。十何万とかする。高いな。あのね、僕もね、最近携帯変えまして。あ、変えたの？そう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 。携帯変えた。お前なんかゴミみたいの使ってたよね。あのね、急なんか先月ぐらいからかな、うん、急に通話ができなくなって。できなくなるっていうね、致命的ですよ社会人って人は。致命的なのよ。うん。だからもう早急に変えないとなと思って、うんうん、僕 UQ モバイル、はいはいはい、格安 SIM のやつに入ってるんですけど、うん、あのね、うん、その中でも最新の機種に変えました、うん、めっちゃ私見て何見てもこれ最新機種最新かな最新なのよ最新が、まあ、一番データ化が12のプロってやつだったかなあまあ全然全然ですねそれ何 iPhone、うん8やばお前4個下その前はうん7だった1個しかお前昇格してないの新しくないとえ飛び級したら8よえ4個下よやばくね4個下やばいよ一応中古の8だからさこれ怖お前え12の4つ下を中古の8やがて13が出ようとしているこの昨今に8多かったの中古の8いくらしたと思ういくら25,000安っ安っすごいだマジか最新だからさすごいな、うん、通話できる通話できるこれでも俺も今8使ってるからうんちょっと2万5000円だったら考えるな正直正直別にいいじゃないマジで、うん、iPhone4S 以降の機能あんまりいらないんだよな、うん、使いこなせないというかあもったいない気はするまあでもバッテリーの持ちとかね考えたら新しいのがいいような気がしますけどもね、うん、それはなんかあのすごい話変わるけど、うん、もう一人あのその意味わからん電話をしてきたやつがいるな誰さっきは誕生日の話ありましたけど、うん、もう、ま、全くもうあの ただの友達なんだけど、うん、あの仲いい友達から電話かかってきて、うん、こいつはまあ定期的に連絡取ったやつで、はいはいまあ、最近どうなのっていう話をただしただけで、うん、あまあまあ元気だよ、はいはい友達もなんか元気そうにしてると、うん、で最近仕事を始め、ちゃんと定職についてずっとフリーターだったんだけど、うん正社員になっていろいろ頑張ってるよって言って、うん、であの落ち着いたら、はい中地この世の中落ち着いたら、うん俺ん家に、うん、あの飯食いに来ないって言われて、うん、ああ全然いいよって、うん、でもお前実家暮らしだったよねってあ、今彼女にができて彼女と一緒に住んでるとおおマジで、いいね、彼女できたの、うん、おめでたいね、うん、ずっとこいつ彼女いなかったから、はいはいはい、一人身だったからえらいしかも同棲までしてるのすごいな、うんまあ、同棲というかあ、まあ、一応あの転がり込んでるっていう、はい、みたいな感じで、うんまあ、まあそれでもあの彼女がいいっていうんだったらいいんじゃないと、うん、二人仲良く、住んでるんだったらいいんじゃないと、ね、あいいねって、まあ、落ち着いたら飯食いに行くわって言って、うん、でも彼女さん、その俺とか、うん、その急に知らない人、まあ、あの来て大丈夫なのって聞いたあまあまあ大丈夫じゃない、うんうん、あの結構あのフレンドリーだし結構普通に打ち解けれるはずよ、うん、ああまあそうかじゃあ俺と、友達と、うん、じゃあ彼女さんの3人で、はい、ちょっとまあなんかせっかくだからあの餃子パーティーとか、ああいいじゃん、なんか そっち系、うん、あの焼肉とかやろうかって言ったら、はいはいはい、ああいいねあでもさあと2人いるんだけどねって言われてあれあと2人おえあ小持ちえどういうことって聞いたあ、彼女はあの実家なんだよね実家お前彼女の実家に住んでんのあそうだよって彼女のお父さんとお母さんと彼女、うん、で俺え一旦電話切りましたまあ一旦整理は必要だよなそれはな怖っ謎すごいやばいよねそんなことその後もう一回かけ直していや
いや、ワックンっていう友達なんだけど、いや、ワックンって、いや、普通に考えて、あの、ダメじゃないって言って、お前に決定権はなくない、うん、って。あ、そうかな、でも、彼女君も、でも全然優しいし、って。まず、その彼女の実家に住んでることを、まあ、別にやばいことでもないけど、それを住まわせてる立場で、彼女が一人暮らししてるんだったら分かるけど、彼女、お父さん、お母さんいて、で、俺を呼ぶのと。なんか部屋が大きいとかなの、うん、2LDK、いや、まあまあまあ、そんなもんか。え、もし仮に、その俺が実家に飯食いに行ったら、うん、そのリビングで3人だけで飯食うのと、あ、うん、あの、お父さんもお母さんも一緒に食べるはずって、食えるわけないだろ食えんだろ、俺。めちゃくちゃ気使うもんな。何俺ってなるから。気の使い方なんだろう、それ。俺何を喋ればいいの本当、ね、どう挨拶すればいいのこんにちはでもないし今居候させてもらっているワックンの友達の中地です。俺も同じくヤバいやつになるからいけないよワックンって。確かにな。いや全然大丈夫だけどなーって言いながら、まあだからここまで、まあ、ずっと中学校の時から友達だけど、はい、未だに仲良く連絡取ってるのはこういうやっぱそのネジが何本かぶっ飛んでるから未だに連絡取ってるんだろうなと思ってなんかちょっと懐かしい気持ちになりましたけど一応ネタになんか面白いから、はいはいはい、一応まあその世の中が許すことになればねあの一応行ってみたいなと、うん、そのリポート行ってみたいなっていうのがね聞きたいではありますね。いやーなかなか行けないですけどね。そうですよね、なかなか。あ、どういう関係、どんななんかそのカップル構成というかね、どういう話になるんだろう。だからこれから察するに、まあ俺の友達ワックンもちょっとネジがぶっ飛んでるっていうのは、まあ、あの中学校の時から俺は知ってますから、今更驚くことではないんですけども、ワックンと付き合っている彼女、そして彼女の両親3人含めてネジぶっ飛んでる可能性があるんですね。これは確かにね、確実に。確かにな、うん、お父さんもお母さんも、うん、彼女さんも含めてちょっとヤバい人かもしれないって。いやでもやっぱりそういう人たちが意外とそういうね、うん、いい付き、ただただフレンドリーなだけで、うん、ただただウェルカムなだけなのかもしれないけど、うん、なかなかいないでしょその。いやいないでしょ、うん、いやすごいな、うん、じゃあ落ち着いたら、うん、行ってみようかな。もしかしたら、うん、帰らぬ人になるかもしれない。怖っ。いやでもいろいろあって、はい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 、なんかいろいろあって、うん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 、いや実は三宅俺今住んでる家引っ越してさ、ワックンの住んでるところに今住んでるんだよねってなるかもしれない。世にも奇妙な物語なる可能性もある。怖、うん、いろいろあってね、わからないですけど、じゃあそういう話もおいおい聞けるということで、じゃあ結構いい時間なので、ね、はい、今週もキャンさんのおすすめの曲をかけてくれるということで、キャンさん今日は何の曲をかけてくれるんでしょうか。いやね、帰りが面接落ちたって聞いて、はい、はいはい、あ、じゃあもうここしか受からないんじゃないかなと思って。お、なんだろう。聞いてください、ブリーフ&トランクスでコンビニ。面白いけどめちゃくちゃ懐かしいですね、うん、さあ、いやー、なんか見てみようと思ったんだよ。え、なんか今思いついてみようと思ったんだよ。これ普通にギリギリかな、ギリギリな話するんで、うん、多言無用でお願いしたい、お話したいことがあるんですけど、最近金タコ行って、うん、ギノワンの金タコ、うん、すごい大好きなので、はい、うちのうちだとみんな金タコ好きだと思って、はい、金タコ行って。でもちろんテイクアウトして、うん、でどこで食べようかなって迷った時に、うん、ふと思い出したんですよね。あ、そういえばその金タコの近くに、うん、先ほども話題に出てました帰り、はいはい、あいつ一人暮らししてるなと思って、ワンチャンあいつうちで食おうかなみたいな、おうおう、
一応電話してみて、はい、取らなくて、ああまあまあそりゃそうだよなと思って、あでもそこでもう一個思い出したのがあって、帰りんち何回か行ったことあるけど、あいつってそのなぜかお家の鍵閉めないタイプの人間だなと思って。ああ、うそだよ。なんか暇だし、勝手にいいやと思っちゃうって。最近帰り道に無断侵入して金タコだけ食べてゴミだけ捨てて帰りました。帰りも怖いだろうな。集団金タコの空き家。あしたなんか言ってたら今日の放送見てみって言ってみよう。多分言わないと思う。言わないから帰りんち気づいてない。多分汚いんです。一応 LINE が来て、うん、もしかしてだけど、うん、俺んちで金太子食べたって、うんうん、そんなはずないよと、あそっかごめんごめん気にしないでって、それでちょっとあの帰り道あのゴミまみれてるから、その分かりやすく確かにね、おいあの机の上に金太子のゴミドーンと置くのもなんかちょっと面白くないなと思って、そのゴミが溜まってる中でも比較的目立ちやすいところにそっと、ああ一番怖いのそっとね、うわ、うん、うん、で一応それだけだとさすがにちょっと痕跡が弱すぎるから、うん、はい、あと普通に怖いから、確かに、ね、誰かしらその身内というか近い人がいたずらしたよって分からせるために、うん、会議の部屋を探って出てきた、あのおそらく先日バイトの面接を受ける際に撮ったであろう証明写真を、はい、切り抜いて、あのトイレの便座の開いたところにこう貼りました。その時に便座開けたら彼氏の証明写真の目が合う位置に貼っといたっていうのをめちゃくちゃ、あとあいつ TWICE 大好きだから TWICE、はい、のポスター何枚か飾られてるんだけど、その TWICE の顔の形に合わせて切った帰りの証明写真をそのバレないように貼り付けてくれた。あ、すいません、あいつうちの TWICE のポスターでは帰り TWICE のメンバーにしてくれた。やばしに面白そう。日本人は何名かいるって聞いてたけど、日本人ダンスすごいっす。なんか天才だな。明日ちょっとなんか話してたら、あのなんか言わない方がいいような感じするけどな。まあ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 。もう全くか、彼にとってちょっと怖い怖い事件。ちょっと誰かが入って金太子を食べたかもしれないって、なぜかあのトイレの便座に自分の証明写真が貼られて、それはそれで怖いけど、でもそれをきっかけに帰りはその鍵をねちゃんと施錠するようなね、なるきっかけになるかもしれないですよね。あ、衝撃だ。あ、面白いな。じゃあ5秒前3、2、カマルの放送実行委員会。いやちょっと CM の途中、CM 中にちょっと衝撃的な話をちょっと聞いちゃって、もう、はい、あちょっとまあまあまあ帰りのためを思ってみたいなところもありますから、帰りがねこれをきっかけに、なんか人として成長してくれたら嬉しいですね。ブルーミーさん、中地事務所に入るニラ食べるの？いやそれは気になりますよ。どうしました？そんな分かりやすく、こんなしたら何か、うん、急に思い出したような、デージ面白いこと思いついた。えちょうど明日のデコボコトラベリングから、はいはい、都市伝説の話をしようっ
ていう、はいはい、おー、いいじゃないですか、あの言われてるんですか、流れになってるわけ、はいはい、まあ、沖縄とかの都市伝説を探そうみたいな、はいはい、毎週ちょっと 怖くはないけど、あー、いいっすね、心霊じゃないけど、はいはいはい、したら今のタコライスの話で、あー、話すの面白そうだなと思って、いやー、あ、でも直接的にタコライスって言っちゃうとねえ、うん、どう伝えるかだよね、だから、はい、まあ、ちょっとドストレートだけど、うん、キャンさんが話すその都市伝説の内容としては、うん、最近ニュースでは取り上げられていないけど、実はちょっと話題になってることがあって、うんうん、家に、金タコのゴミが捨てられているっていう、事件というか、そういったことが頻繁に起きているらしいんですよね、はい、みたいな、これであのツイッターとかでも話題になってて、特に物が盗まれたとか、そういった強盗被害とか荒らされたという被害はないんですけども、なぜか身に覚えのない金タコのゴミが家に落ちていて、でもう少しちょっと家を探してみると、便座に写真が貼られている、っていうのがちょくちょくあるみたいなんですけど、うん、これは一体誰の仕業なんでしょうかねみたいな話し方だったら、ちょっとでもストレートすぎるよね、ストレートすぎるね、どうパッケージするかだよね、あ、まあ、あえて金タコのこのゴミだけでいいじゃん、あ、写真まで触れなくても、はい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 、はい、まあ、ちょっといたずらされて、帰っていったみたいな、うんうんうん、金タコも単語出さない方がいいのかな、じゃあ金タコじゃなくて、ああ、まあ、沖縄の有名ななんかちょっとあの B 級グルメ的な B 級グルメ、あの弁当とかでいいのかなって思いますけど、弁当の身に覚えのない弁当の柄がお家に散乱している、うんうんうん、はいはい、うん、うんうんうんみたいな、確かにそれぐらいでいいかもね、うん、じゃあ実はあのちっちゃいおじさんが食べてるんじゃないかって説があるんですよ、あーみたいなね、うん、うん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 、いいかもしれないですね、それぐらいの、うん、どういう反応するかちょっと見てみたい、はい、あ、そういえば俺も最近さ、あれ金タコ食べてないんだけど、金タコのゴミが捨てられていてさあれ小さいおじさんなのって、うん、あいつ信じそうだな、信じるんだけどな、帰りは、うん、信じちゃうんだよ、うん、これちょっと面白そうじゃない、そうっすね、明日楽しみだな、うん、こっそり見よ明日こっそり、うん、沖縄で話題になっているネットニュースっていうことでしょうか、あ、そうそうそう、ネットニュース、あー、お家にその身に覚えのない弁当の柄が、散乱している、ただ、もう取られたりだとか、うん、荒らされてるという形跡は特にない、うん、でもその、お家に弁当の柄が散乱している、みんなの共通点が一つだけあって、いつもお家に鍵をかけていない、うんうん、このことから察するにいろいろ考えた結果、そのいわゆる都市伝説的な小さいおじさん的な何かがお家で、食べ飲みしてるんじゃないかかという噂が最近ネットニュースで話題になっているそうですよ、みたいなね、うん、話した時の会議のズキューンって打たれんかな、ミートゥーってちっちゃいおじさんインダハウス、うんうん、言ってくれたらね、面白い、明日楽しみだな、いい、ちょっと聞こう明日、うん、ああ逆にでも自分からこれを言うかもしれないから、ね、ああ確かにね、実は最近さみたいなこの話題を、うん、お家に楽しみだな、都市伝説ね、沖縄ならではの都市伝説もね結構たくさんあるから、うん、深掘りしたら、ね、チャンネル FEC で一回取り上げましたけど、ね、そうね、ああよかったです、うん、あ, あれなんかいろんな人とコラボできそうだよね、そうなんですよね、うん、あなんかそのいろいろみんなで沖縄都市伝説について調べて、あんだしとかこういうのありましたよとか、でみんながいろいろちょっと情報をあのすり合わせて、あでもこれはこうらしいですよ、あそうなんだとかそういうのもあって、結構出たんですけど沖縄都市伝説、6割7割ぐらいは本当にアウトな都
スだったので、まあ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 、やっぱりちょっと YouTube でも厳しいようなね、でもやっぱ面白いのいっぱいあるんでね、その中でもなんとなく濁しながらね、いろいろ紹介できたらいいんですけどね。はい、もう一つあるよ。ああ、ま、もうこういう土地柄ですからね。いっぱいありますよね。まあ、そうね、いっぱいあるだろうな。あ、まあ、話せないな、話せないっていう判断になったな、我々は。話せなくはないと思うんだけど。はい、チャンさんのは。うん、まあ、言うて都市伝説ですからね。そう。北谷馬場公園、あれさ。はいはいはい。あそこのすぐ海沿いの方って。はい、外国人住宅街っていうか、はいはいはい、ビルっていうか、まあ、マンションがいっぱいあるじゃん、はい、あそこ全部下駄履きなの知ってる？え？下が駐車場になってる。あ、はいはいはい、しかもほぼ全部。ほう、まあでもなんかそんなイメージあるかも、確かに。 あれさ、はい、聞いた話によると、はい、めっちゃ怖いんだけど、はい、夜になったら、はい、兵隊さんが歩くから一階で住めないって。しんど。だから全部駐車場にしてるっていう。あ、そうなんだ。信じるか信じないかはあなた次第です。あ、でも軒並み全部だったら何かしらの理由はあるでしょうからね。怖、うん、でも俺もその住宅系で言ったら一つあるんだけど、え、沖縄の都市伝説、うん、あの沖縄 の、うん、あの住宅って、はい、大体鉄筋コンクリート。ああ、まあ台風とか塩害被害とかありますもんね。これなんでか分かる？え、今言ったなんでか分かる？台風塩害被害に強いっていうことで鉄筋コンクリートじゃないの？めちゃくちゃ怖いよ。え、この理由あんの？鉄筋コンクリートの理由っていうのが、うんうん、台風塩害に強いからって。言った通りですよ。気象マン怖くない？びっくりした、びっくりした。信じるか信じないかあなた次第です。だる。あ、でも今の補足し、はい、でも鉄筋コンクリートである必要なかったわけよ。はあ、はいはいはい。鉄筋コンクリートになった理由っていうのは、はい、作るのがめっちゃ簡単だったから。へー。よくあの穴の開いたコンクリートブロックあるじゃん。はいはいはい、はい、あの米軍があれを持ち込んできたわけ。はい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 、で花柄ブロックとか、 あれ作るの簡単さ、はいはいはい、いっぱいストックしとけばあれで家建てれるから、はい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 、鉄筋コンクリートが増えたらしいよ。信じるか信じないか。じゃあこれは本当じゃないかな。まあ、都市伝説というよりかはただのルーツの話じゃないかな。あ、いや、いろいろありますね、沖縄の都市伝説。沖縄の都市伝説、あのチャンネル FEC でも遡っていただければ、うん、それに特化したあのちょっと回もありますので、うん、僕が、体験した入るとヤクザに殺される廃墟っていう話をしてるので、あれもギリ、面白かったら見てみてください。ギリギリセーフか、あれは、うん、攻めてたからね。アスカさん、滑り込み、セーフですか？アウトです。アウトです。あ、もうこんな時間、はい、ということで、また来週ですね。そうですね、今週もカマルの放送実行委員会をお送りしていきましたけど、はい、まあ今のところ特に告知もございませんので、はい、来週も多分ないと思います。はい、ということで、皆さん、良い夜を、そして良い週始めを。週始めはもう始まってますよ。ということでバイバイ。お前喋りすぎたわ。ウルミさん、事務所に入るニラ食べるの？食べますよ。事務所でタイガさんがニラを育ててるんです、ニラとかなんかネギ、小ネギとかも育ててるんですよ、はい、今ニラだけなのかな。ニラだから、そのタイガさんの力なのか事務所の力なのかわからないですけど、そのニラの中でも特に強いニラだけが残っていて、そのニラがまた強いニラを生んで、その中でもまた弱いものが朽ちていってということで、今 FEC の事務所でこの世で一番強いニラが入ってるんですよ。どんな状況下でも、FEC ベランダですからね。そう、当然その沿いの排気ガスまみれの空気、それ誰も水やりしない、タイガさんがたまにあげてますけども、そういった劣悪な環境でぐんぐん伸びる、もう種として一番強いニラがあるんですけど、それをたまにそのカップラーメンに入れて食べてたりとか、はいはいはい、タイガさんしてますね。なんか今日なんか漬物作ってますね。ちょっと楽しみだ。あれニラなんですよ。へえ。ちょっと
生で食ってくる普通にニラだニラなんですよね。そんな苗が欲しいよという方ね、あの平さんに連絡してください。この世で一番ニラ強いニラはどんな環境でも育つ、はい、ワンチャンコンクリートの上でも育つんじゃないかな。ドミノ状ニラみたいな強っ、それで生命力の強いニラが楽しい石に入ってます。主として主者選択してって、まあ、とてつもないことになってます。あと2分、あと2分、あと2分、日付が変わるの。あ、そっか、あと2分ですよ皆さん。今のところなんかフライング気味でもいいから誰かからおめでとうメッセージが来てる。車屋え、